スタッとしちゃうぜ春だしねで、うん、たそっと誰かを待ってるのとこからさ、うんうん、みんながそれぞれマイクとか、うん、照明とか当てて、うんうんうん、でこのねお粗末に当てはめてて、うん、私これだ一応監督だけど助監のカチンコやってて、うんうん、私長老が好きだから、うん、あ一緒じゃんっつって盛り上がっててみんなキャキャ言っててリサちゃんが照明なんだけど主役じゃないか一番引っ張りだこの最近ねリサちゃんがね、うん、チョロからね、うん、トドジュースちゃんにね来たー支援したんすよ弟松ですよ、うんうん、まともだしねトドジュースかわいいよね友のやつなんていないぞまあいないけど、ないけどまだマシじゃない、うん、そう思いたい、うん、そうなんだよなあつしくんが出てきたことで、うん、あ友達いるんだみたいにはなったね、6人だけじゃはい、はい、はい、ということで、うん、沖縄を終えたそうなんすよ夢美さんとうん、明後日北海道に行く私交差してますね早い私のこニットのチクチクいや中にね着てるから大丈夫なんだけどさもしかしたらジンマシン持ちになっちゃったかも食べ物ん食べ物わかんないすごい痒いにおいね赤いね、うん、あらららららこれは多分ニットだと思うけどああニットねいやじゃあ分からんちいやー終わりました全国ツアーまたやるらしいですやりますあんまり間明るかったなと思うあのなんかツアーの最終日に発表なのかと思ったらしれっと発表してたしどこで最終日じゃないといけないってこと、LINE であっはいはい LINE で電波組の LINE が軽いポンってきてやりますみたいな今の時代だねそうね私のリアル誕生日にわやるんすよ初めてじゃないリアル誕生日ライブそんなことない過去2年海外だったんですよ忙しいから慢性はいやいややるよやるいやいや希望出してるやるやる負けないね慢性はやるよまずやりたいねチーフマネージャーに慢性だけはやりたいまあね去年の感じだとチーフマネも楽しげにうまい肉食ってましたから、うん、手応えあったから、うん、今年は最上階いけるかなって取れるか手応え感じてましたよ私も最上階の部屋はちょっと見たいね最上階はねもう鉄板があるのよはだからなんかこう私と語り合う感じじゃなくて、うん、だからみんなでわってなる感じでもそれはそれでいいなと思ってバーベキュー気持ちは前回鮮民すぎてさ、うん、私緊張してて、うん、肉の味全く覚えてないそう、うん、ねグッズ何作ろうかなとかいろいろ考えてますトングえそう万世に偏りすぎじゃないよ全体万世のことしか考えてない全体よ全体ちょっとなんかこれで叩くと肉うまくなるみたいな調理器具いくちゃんとネムロエッグがいいねネムのあのサインのニャンっていう顔あるじゃん、うん、あれが焼きネジュってしてあるこん棒みたいなのでこん棒怖い叩くみたいなグッズ怖いトゲトゲしたなんかこううどんを伸ばしたりみたいな、うん、なんか叩いたりしてね棒アイドルの生誕グッズって棒打んのやばいねそろそろキーホルダーとかね、うん、ブロマイドとか売ってる場合じゃないのかなで、でも私は去年塩作って思いました私でも丼と皿売ってるからさそうそうそうグッズじゃん
塩塩までまだいけないよ私。なんかそういうの考えてんだよ。なるほどね。噛みつくとかさ、すくのすいてさ、つくってさ、うん、作ってる様子を撮ってさ、うん、その DVD 買うとするじゃん、うん、欲しいなっつって、うん、お客さんがその DVD 買って開けたら、うん、これくらい紙がピロッと入ってて、紙だってなるみたいな。これこれ紙が入っててすごい嬉しいみたいなのってすごくない？すごいね。よくわかんないんだけど、すごいね。そういう、じゃあもうさ、牛乳飲むとこから始めてさ、うん、その牛乳パックのさ表皮を剥がしてひたひたに刺してさアルプにしてさ地球にも優しいやつね、うん、リサイクルしてますって感出す。偉い。それはいい。そうね、ちょっと母族に今熱いグッズをさ聞いてさ、生誕のさ、ね、グッズ作ってる人アイデアにしたいんですけど、どうですか最近は。今何が熱いんですかグッズは。ちょっと分かんない。何なの。頼りないですね。頼りないですね。がっかりですね。申し訳なさそうにしてるやん。ごめんごめんごめん。言い過ぎたよ。言い過ぎたよ。なんかお便りください。夢見ねえの生誕グッズで何欲しいか。そうだね。送ってください。もう完全に参考にします。なんかでもさ、うん、サイリウムのさ。うん、液体とかどうやって作るのかなとかさ気になるね。サイリウム工場行ってさ、うん、ネムが人たちし入れましたみたいな、ネムネム仕込みネム仕込みのネムイロリウム、ネムリウム、いいな、眠れそうすうやネムリウム。なんかそれこそチーフにサイリウムバッグを作りたいですって言ったら、買わないと思うって言われて、ガーンサイリウム以外入れてもいいんだよみたいな。そうそう、なんか金ブレとサイリウム入れられるバッグで、うんうんうん、タヌキューとかもつけられたらいいなと思ったんですけど、うん、難しいんですか。まあロット数とかあるんすかね。まあね、それなりに何千個売れねえだろみたいな。まあでも100は売れても500はってものはなんか、うん、小ロットある。もうでも1個の単価がさとんでもなくなったらさ確かに買えないよねっていうのあります。まあ別に単価がとんでもない場合はとんでもないんだから普通に高くていいと思うけど、まあね、そういうものです。でもなんか最近難しいのよ、うん、たっけーみたいな言われるからさ。あ、そうなんだ。やっぱね、なんていうの、いろんな層がいるからさ。私もでもちょっと売ってる T シャツの生地が薄すぎて、うん、500円ぐらい安く売ればよかったって反省してるこんなに薄かったのかみたいな。いろいろあるよね。難しいよね、自分たちで作ってるとさ続けてよろしくお願いします。では吉川すのと今見てものタヌピオラジオ。ウェイウェイソイヤってなんだろう。ウェイソイヤってお好きですよね。それがウェイソイヤを、うん、ウェイソイヤがいつの間にかあったのよ、うん、存在してて、うん、知らないぞ。ウェイまではなんかわかる。ソイヤはどこ。ソイヤは多分いろんな発祥があるかもんだけど、うん、こっちはあれなのよ。アンスタはソイヤあんの、うん、あの暁っていうユニットの、うんうんうん、曲で、うん、愛の手が全部ソイヤそれはちょっとなんていうか日本古来のソイヤから来てる。そうなんだけどめっちゃ面白いそうだアンスターズはすげえソイヤって言うよ。え、やってるけどさ、うん、そんな個々の曲とか聴ける時あったっけ。ない、 CD が売ってる。あ、それはゲーム内では出てこない、うんうん、この間のあのエイプリルフールのアンスター良かったです私ほんのちょっとしかできなくて最後までやりたかった。良かったですよね、あれ先生がね、なんか、ね、うん、なんかエイプリルフールだから何かしないとみたいなのもちょっと思いつかなくて何もできないですよ最近。私はやんないし、うん、あんま好きくないんだけど、うん、アンスターは最高だったから。そう、だからその企業努力を感じるエイプリルフールを見せつけてくるところは、うんうん、
センスあるのなんかさセンスあるやつあるけどさ結構クレームにつながったりしてるニュース見てかわいそうだよね。ちょっとギャグの方向が、ね、間違えちゃったみたいなね。滑っちょっと滑っ、うん、そう、ソマツさんのへそくりウォーズっていう、うんうん、開いた瞬間にこう嫌味とか三つ子とかがわーって出てる絵が最初に出るんだけど、うんうんうん、それが全員ひじりさん小之助のってひじりさん小之助ウォーズになってるみたいなすごいいいよね。ありましたね。なんかなんだっけスクフェスラブライブのやつは、うんうん、タップすると全部アルパカの声でメービーミーってなるなんでだろうなんでアルパカアルパカが出てくんのよラブライブに、うるせえなってましたね。なんかさ、そのミートも今更始めたんですよ、うんうんうん、そしたらミートもってつまりアスクなんだ質問がいっぱい来て答える感じで、うんね、エイプリルフールの思い出ありますかみたいなって、何も思いつかんないないね、うん、なんか昔ダイヤマとかがさ、うん、こう丘とかうん、山とかの写真に変えて、うん、自然を演じてるみたいな、あれはちょっと面白い。なんだっけそれ。そうなんですよ。だから私もちょっと一回山とかにして、うん、山一回流行ったし、私に乱暴する気でしょ、五山送り火みたいにみたいなことを言ったんだけど瞑想してるなと思ってすぐ消した。そういうエイプリルフールの思い出しかない、ね、消しちゃうのが余計恥ずかしい、うん、恥ずかしいね。恥ずかしいですね。なんでエプリルフールって何なんでしたっけ。4月バカどっかの海外のなんかまあそうだよね。でもなんか今年なんかまだ本当にかゆいな、うん、かゆそうだね。やっぱステージとか床だから近いとダメなのかな何かがあるわなんつうの何言おうとしたんだっけ。なんだっけエプリルフール。エプリル、あ、なんか今年良心的だなと思ったのが、うん、いつもただ腹立つだけで終わるんだけど今年はみんなハッシュタグにエイプリルフールってつけてて、私についてくる嘘にタグでエイプリルフールって書いてるからああって信じないですんだ。なるほどね、うん、あれは助かりましたね。なんか可愛げがなくてさ、うん、年々私があ大人になっちゃって本当になんか嘘つくぞみたいなテンションに全くならなくて、私もね結局五山送り火が面白かったんじゃないかっていうところでずっと止まってあれ以上のものは私にはないみたいになってる。なんかねなんか夢見ねむって名乗ってるやつがエイプリルフールだからって浮かれてなんか言うのもなあ完全にすさんでるそういう感じなのね。なんだっけな、夢見るだぞみたいな気持ちになって。私は前に言ったかもしれないですけど、うん、バンチさんっていう方がいて、うん、バンチさんが4月1日に、うん、もう何年も前の4月1日に、うん、バンチさん好きなアイドルがいるんですよ、うん、いつもその子のことを大体ツイートしてる。そうだね。で、まあ、いろんな嘘が流れる中でバンチさんだけがあの声の気持ちは嘘つけないよってつぶやいてて、かっこいいファボしな、私もなんかそうファボった気すんな。なんかオタの輝きみたいなの見ちゃったみたいな。よくわかんない。それがねエイプリルフールになるたびに思い出す思い出す。バンチさんって確か三白眼フェチだよ。そうなんだ。違うっけ。そうかな。バンチさんでもバンチさんがリツイートしている女の子みんな可愛いけど。いやみんな可愛いんだけど、ちょっと知るあとでかい女好きじゃない。なんか私がでかさを気にするとフォローしてくれる気が。でかさがいいんだよ。うん。そうか。そうか。優しい。バンチさん男のアイドルも好きだよね。あ、そうかも。なんでバンチの話なんですけど。そうですね。エプリルフールね。イースターはどうですか？イースター。イースターは何をするんだろうね。イースター卵隠すね。隠すのね。なんかイースターはマカロンカラーでなんだか可愛い以上みたいなイメージ全然わからない。なんか卵以上英会話教室に通ってた時に、
ハロウィンとイースターをすごいやるから、なんかそれの印象が強くて、卵を配布されて、色塗って絵描いて、英会教室の至る所に隠して、みんなで探すのよ。ウサギの格好して探すの。楽しい。なんかね、楽しいイメージがあるな。それは生卵なんです。一応茹でて、ちびつけたちが。間違いのないように。イースターのディズニー行きたいな。そう、ディズニーのイメージはあるね。ミントグリーンだしね、なんか貴重。黄色とミントグリーンだよね。あら、私たちちょっとイースターやるべきなんじゃない？やる？歯も出てるしさ。ネズミ。ウサギ、ウサギ。あ、ウサギ、ウサギ。ごめん、間違えて。ディズニーにとらわれすぎた。メインのウサギ、ネズミ。やりたいね。やるか。なんかさ、やっぱ行事をやる女でいたいのよ、私は。エプリルフールをあの今リストいたら行事をやる女って言って相撲の方が浮かんできてよーなかった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 似合うなやっぱ嫁さんはってそういう PV 来るよ。どっちかっていうと行事はスーちゃんじゃない相撲サイドだと思う。今さ相撲の音出したなんか缶がベコベコ言っただけか。なんかねトトントトン相撲の音みたいに聞こえるなんかとに、なんか、まあ、エプリルフールも、私はもうひねちゃってますけど、本当は可愛い嘘をちょろってついて、うっさぴょーみたいなことを言って、心穏やかに過ごすみたいな少女でいたいわけ。なるほど。で、なんかもう、なんていうの、もう日本のさ、もう無宗教の極みみたいな、正月やって、クリスマスやって、イースターもやり。何でもかんハロウィンもやりみたいな。タイ料理行った次の日に、なんだろうな、フランス、イギリス、ね、中国、韓国がセントパトリックでやり、みたいな。肉は何でもうまいみたいな感じで行きたいんですよ。もうなぁ、ひな祭り、そんな必要ないしな。ひな祭りもなんかしれっと終わったな。なんかさ、ちょっと前にさ、まあ、ちょっとあるチームがあって、そこを抜けた子の話になったの、ちょっといろいろ事情があって抜けたよと。それはしょうがないねっていう話だったんだけど、多分あれ嘘だったと思うよみたいな話になって、あ、抜けた理由が、そうそうそう、ただ抜けたかっただけだと思う。で、私ともう一人男性は、え、私たちあの子大変なんだなって信じてたみたいな、っていうか今でも全然信じてるねなってて、でもあの子は全然ノーノーとしとるから絶対違うよって言われて、そっか、でも信じてるわみたいなもう人狼できないでおなじみの、まあね、私たちが信じることによって嘘だったのなら彼女の徳が下がる以上みたいな感じ。それはそれでやっぱ怖い、ね、って言ったら怖いって言われて、怖い怖い、そんなみたいな信じてるぞみたいな怖いよ、私は信じてるぞ、もう信じないでってなっちゃうよあーみたいなどうなってんの、毎日大変なんだろうこらー、怖い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 、怖いのんびりしとるやんけ大変やの、信じとるぞ結局めっちゃ怖いじゃん、わかんないでも大体話はそのまま信じちゃう。そうね、私もなんかね、信じちゃうけど大体嘘だね、やっぱ嘘なんか、いろいろ信じちゃうけどさ。で、私はスーちゃんみたいに信じ続けないから、こいつは悪いやつだ、一生悪いやつだこいつはっていう感じになって、許せなくなるんだけど、結局またあ、でも改心したかもって思って許すじゃん。そしたらまた騙されてたってなって、ああまただってなって、いいやつだっていうのの繰り返しで、結果あいつ本当にムカつくって言うけどなんかもうもうしょうがねえ、そういう緩い人みたいな。そう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 、難しいよね人ってね。でもそうね、だからなんか自分が信じてるのはいいんだけどさ、その気持ちよく騙されてる人を見るのが辛いよね。ああなるほどね。だから例えば私がそのスーちゃんにさ、あいつそうだよって言うじゃん、でも信じてるって言うじゃん、はあ、そうっていう気持ちが一番私は最近しんどいなっていうのがあるね。まあ、でまああれも
うん、私もそういうの見た時に、うん、信じてるってなってたら、うん、お前はすごいって思う、信じられるのが。あだからここをとりあえず評価する。なるほどね信じられる、お前がすごいみたいな。私ただちょっと心配なんじゃない。なんかそこで思うのが、それを信じてるこの人を私は信用できないかもってなっちゃう。あーなるほど、ね、すごい見る目ある人だと思ってたけど、あそうこいつバカかもってなっちゃって、あこんなあからさまな嘘を見抜かないっていうか、もう信じて、うん、なんていうの、その信じてるのがもう分かって信じたらいいのよ、うん、騙されることが幸せみたいな感じだったらいいけど、はいはいはい、いや信じるぞみたいな感じだと、うん、あじゃあなんかこう真実を見ようとしない人みたいな感じにもなっちゃうんだよね。だからそういうタイプの人って嘘でしたってなった時にめちゃくちゃ怒りそうだよね。怒ると思うよ。その嘘でしたっていう宣言が嫌だろうね。ああなるほどね。信じたのに。私はだから一応信じてんだけど、うんうん、嘘でしたってなった時に、うん、えって思うんだけど、うん、怒んないよね。だろうね。薄く信じてるのかもしれない。なんかあんま興味ないんじゃない。そうなのかも。そうなんだよ。多分興味がないから、興味ができた時点であんまりそいつに興味がないんだよな、うんうん、多分ね。だからへえって思う。だから多分私みたいに嘘なんだよっていう人はめっちゃ興味あるわけ、うん、その人に対して、うん、怒んないのみたいな。ああそう。そうやってさ、なんかどっちもどっちなんだよね。なんかね、興味ない方が絶対良くない？まあ、なんか嘘なんだなってなった時に、うん、なんかつかなきゃいけない事情があったのかなとか思う、うん、それはね、そっち側だな。まあなんか、つって嘘の種類だよ。まあ、うん、なんか弱さだったりとかね、うん、なんか割と悪意だったんだな全面的にって思ったら、あ、これはなかなかって思う。そっと島に、ああみたいな、ね、これ なんでこんな話してるんだっけ。それは才能の一つだなって思う、うん、悪意のある嘘をずっとつけるっていうのもなかなかハートがいると思うから、すごい削る作業だろう、ね、だからできてる人はなんか特殊任務についた方がいいと思うよ。そのなんか潜伏期間とかの、うん、ま、なんかスパイとかになれるよ。確かにね、自分もちゃんと騙せる演技力あるってことだからね。うん、まあずっと思ってたらもう分かんなくなっちゃうらしい。そうなっちゃうんだもんね。じゃあお便り、なんか今日重い話。明日すごい気圧が下がるから。あ、明日気圧が下がる。あ、そうなんだ。一昨日もすごい気圧すごくなかった。一昨日？そうだっけ、一昨日。例えばさ、先週来てたさ、うん、あのお便りなんだけどさ、うん、なんかモンダミン的なやつ、うん、結構使ったことある？あんまない。私たまに使ってたんだけど、うん、てか姉ちゃん家に行くとあるの、うん、ね、どこだっけ、ぐちゅぐちゅぺーでしょ。そうそうそう、わかるって思ったんだよ。普通歌？あれ？いや、それでね、ごめんね、お便り見つからなくなっちゃう。その、分かるって思ったのが、うん、あのあれ、後ろに、うん、それでぐちゅぐちゅペッてした後、うん、そのままでいいですって書いて、その、さらに水でゆすがなくて大丈夫ですって書いてあるんだけど、うん、すごい揺すぎたい感じになる。うん、私揺すぐ、私も揺すぐ、結局薄いじゃうから、うん、もしかしたら効果が薄れてるかもしれないんだけど、なんかこうやっぱあまりにも強いミントみたいなのが、うんうんうん、張り付いたままみたいなのが、で僕はちょっとそれしんどいんですけどどう思いますかみたいなお便りで、いいお便りだな。私だってダブル線が不要も信じてないからね。
え、ああそうなの。なんかメイク落としのダブル洗顔不要は嘘だと思ってる、はいはい、なんかでもダブル洗顔不要って書いてあったら、うん、洗いすぎない方がいいのかなと思って、うん、お湯だけで洗ったりする。石鹸つかない方がいいのかなとか。それ正解だろうね、うん、まあ、そもそもあんまりそんなまめに洗わないっていうか、 そんなにメイクを週に2回ぐらいしかしないから、メイク落としに入れる機会があんまりないから、私は水洗顔の日も多いです。だから綺麗なんだね肌。そうなんかね。でもたまに荒れるよ。頭皮かも荒れてる。なんかおでこの近くみたいのがたまに赤くなる時があって、疲れてんだよそれ。え、頭皮が赤いのって疲れてんの。そうなの。でもシャンプーなのかなとか、うん、なんか頭皮赤いと本当にぐったりしてる時らしい。割とシャンとしてる。毎日横になってる時間長いんで体力あると。いいな。横になってる時間が長いからって体力あるとは限らないからね。悲しい、効率悪いよ。だって絶対私の方が体力あるじゃん。まあね、うん、そうね。その動いてる時間が鍛えられるから、うん、本当に年取るってやばいらしいよ、筋肉ないと。このまま行くとね、やばいと。でもワンダーコアがあるもんね。腹筋だけね。腹筋だけはできる。でも私さ、こんなに動いてるのにさ、重いブーツ履くと足首もげそうなんだけど。行ったってなるんで、ちょっとかかとの感じで重かったりするもんね、うんうん、なんか鉛でも入ってるのかなみたいな。あれ何だろう、辛さあるね。じゃあ最初のコーナー、ズバッと解決しないかもったタヌピオ相談室、イエイ。皆様のお悩みを解決するコーナーとなっており、うん、すごいすごいな、めっちゃ来てる。なんかね、なんだろう、そのめっちゃいっぱい画像を貼ってくれて、なんか HTML メールっていうの、なんかめちゃくちゃカラフルですごいんだけど全然読み込めない。ごめん、ありがとう。読めない。小5だ。え、小 5? 小 6? 小学5年、6年生です。すごい可愛いんだけど。見ちゃダメ。ダメだよ、見ちゃダメ。小5が見る番組じゃない。さすが18禁だっつってるでしょ。そうよ。あ、でもあの後もね、ダメなんですか18歳じゃんみたいなお便り来ちゃって、真面目かみたいな。泣いちゃうかな、ダメだよとか言ったら。まあね、ダメだよ他の。じゃあ、うん、ごめんね、ちょっといろいろつけてくれた画像が、これ歌うよ多分。あれか、これが素敵なやつね、うん、これが下に添付に見えるだけじゃない、うんうん、じゃあお悩みはないようですが、あ、お悩みあった、お悩みじゃない、お名前あった、リコちゃんからのお便りです。めっちゃ可愛いんだけどこれ、背景ピンクで字が黄色と緑と赤と青でできてる。すごい。絵文字もいっぱい入ってる、パンダとかがいっぱいくっついてる。すごい可愛いのが、うん、ネムさん、スノーさん、こんばんは、リコと申し上げます。可愛い、ね、やばいよ。今は小学5年、あ、間違えた、6年です。B 型で出っ歯です。私と一緒だ。文が間違えている場合、間違えているよと一声お願いします。かわいい、かわいい、ね、今春休みなので遅くまで起きていられるのでメールをしました。悩みですが、女子校にするか共学にするか迷っております。だったら中学は共学にして高校は女子校にしたいんですが。不思議な文章、かわいい。中高一貫なのでどちらかにしなければいけません。ぜひ女子校のいいところ、共学のいいところを教えてほしいです。子供じゃないもん、お願いします。かわいい。またメールするね、おやすみっていう寝るんだね、絵文字が。かわいい。いいよ見ても、今日だけよ、春休みだからね、うん、これね、意見がね偏ってて、二人とも女子校。私中学は共学だって。そっか、うん、中学共学、高校女子校。あ、じゃあ、ん、理想の、うん、理想の流れじゃないの。私一貫だから、それこそ女子校、ね、私はね女子校をおすすめします。なん
何をしたいかによるかな。ただやっぱ女子校をで、ちょ、待ってくしゃみかな、出そうで出ない。今絶対出ると思ったのに。私は高校はちょっと男子校行きたかった。男子校は行けません。待って待って、何言ってんの。ほんとほんとやめて。教育って言った。ダメだ、心からの本音やめて。すいませんでした。男になって男子校に来たかった妄想やめて。どうしたらいいんだろう。今から頑張って保健の先生になれるか。あ、それいけるかもね。保健の先生、男子校でさ、うん、女の保健の先生ってさ、ちょっとおばさまだろうとなんかいいものにきっと見えるよ、思春期の男子には。見えると思いますね。そのちやほや気分をちょっと味わいたいのが多分ね、そんな違うから。すいません、全然関係ない。ウトウトしながら聞いてるから。マジで。まあなんかでも、なんかなんだろうな、わかんないけど、驚愕ならではの、うん、思い出が、うん、どう？女子校はすごく楽しかったんだけど、うん、女子校の楽しさは大人になっても仲のいい女友達がいると割と再現できるというイメージが私は、ね、なるほど。で、あの頃の驚愕の甘酸っぱさはきっとあの頃にしかないんじゃないか。悲しいんだけど、うちのクラスで冴えないなと思っていた山中くんが実は野球部のエース で、うんうん、で、あ、全然知らなかったけどうちの学校って野球強いんだってなって、うんうん、甲子園行くらしいよみたいになったから、うん、え、じゃあ見に行くみたいな盛り上がって行ってみたら山中くんにめちゃくちゃ1000円がみたいなことがあるとするじゃん、うん、そういうの多分女子校となかなか、まあ女子校でもできるかもしれないけどないね。なんかそう、このキュンみたいな、なんか私そういうのない。先輩がかっこいいとかさ、え、あんの？あるでしょ。かっこよかった先輩。いや女子校だから分かんない。じゃあ中学。中学はあんまりさ、なんだろうな、中学はそこまで意識しないかも。へえ。異性をしてない。なるほど。私の場合はあんまりしてない時期だ、うん、その中学の時も結局女の子とばっか固まっちゃったんだよね。まあでも大体そうじゃん、クラスでの生き方というの、うんうんうん、わかんないか、うん、中学も女子校の人。まあ、うん、男の子ともいっぱい喋ったけど、でも共学のメリットだなって女子校一貫が思うのは、うん、男の子と喋るのがうまい。うん、うん、そうね。私なんやかんや、うん、メイドになったおかげで、そうだ、ね、男の子怖いの治ったから、うんうんうん、あのね、女子校は男の子とはうまく話せないけど、うん、変質者をすごい裁くのうまくなる。めっちゃ来るのよ変質者が。うちの女子校では子が、まあ、田舎すぎるからか、ガンガン来るのよ、うん、それをどう対処すればいいかを。めっちゃ怖いです。もっと他にもあると思う、女子校のメリット。なんか違うな。女子校っていうちょっと花園ブランドみたいなのがつく ね、まあ、ね、ずっと女子校だったんです。大学行った時にそこを活かせるのか、活かせると吉。ただ そこで男嫌いになってる可能性も大です。あの、うん、触れ合うのが変質者だからね。っていうのがあるかな、うん、あとはなんだろうね、やっぱね、楽しい女子校はとにかく。そっか、私はまあ別に女子校楽しかったけど、うん、あの段階でどっちか選べたなら絶対共学行ってるなと思うわ。マジ絶対今でも 100% 女子校だな。ほんと、うん、私寮だったからね。
あちょっと生活まで全部女子の中にいたから、そっか、なんかちょっとつまんなかったのかも。なんかね、なんかバイトとかもできないしさ、普通に私多分怖かったからかもね、男の子自体があんま好きじゃなかったから、ただでもこれ小6でしょ、うん、小6に言う話じゃない気がするんだけど、うん、女子校って偏るから情報が、うん、変態に育つ可能性がないまあそうね、どんな私の行った高校も付属の中学がついてたから、うん、そこから上がってくる子はもう女子中高なんで、ね、うん、そこの子はちょっと面白い、なんかね、そう面白い子が多いのと、うん、その男の子に対してのファンタジーがすごいから、そうだからやっぱマジで髪にもう鉛筆つけそうな勢いあるやばいやばいだからその交際、男女の交際はどんなめくるめく世界なんだろうみたいなのイメージが偏った雑誌からしか、ね、情報がないから、なんかまあだから中高校生の時いた中学生の子がなんかの雑誌読んで、うん、ディープキスがディキスがディキスがってすげえ面白い、そうそう、いやディキスって言わないよ、いや本当そうなるのよマジで。えでディキスしました先輩、ディキスってなんだろう、進んでる女の子たちのそうね、そう話をすげえ聞くわけ、その子は気持ちが進んでるけど体験が全く止まってないからおかしなことになってるちょっとだいぶ面白くて、で7割はそうなのよそうね、まあ、だから私ももうすごい妄想力が発達しすぎて、うん、多分こうなっちゃったんですけど、だからちゃんとした男女の学びが欲しい場合は共学行った方がいいし、逆になんか発想の方をね、才能を伸ばしたい発想の場合は女子校いいんじゃないですかこれ快感になってる楽しいですよ女子校は、女子校で私はなんか夕暮れの坂道とかを自転車の後ろに乗っけてくれるクラスメイトの男の子とかいたらなっていう、それは完全にやり、そうやりたいです、そういう思い出を作りたかったです、それ本当にやりたいですね、それはできません、20代になってからやるのは違うのよ、分かる、いやいい、それでもいいんだけど大学でね、でやってもいいし、なんなら大学で別に乗ってくよって乗せてくれる先輩いたけど、うん、なんか違うけど、でもまあ一応いたけど、それは本当に移動手段だって甘酸っぱい先輩移動手段優しいそう、わかるな、そうね、クレープとか食べたかったな一緒に、そうよ、まあ、いいな、ほら恋愛恋愛をできない可能性が、うん、女子校を選んだ場合、うん、歪みます、基本歪みます、そんなことない、まあなんか外に行く機会がある、私は高3の時にお芝居の勉強してみようと思って養成所行ったりしたから、うん、そこで男性と久しぶりに喋ったのみたいな、うん、そこでほんのり男性と話す機会を、うん、たまにだけど得て、うん、ちょっとだけこうなってたのが少し、あでもそれは分かる、私も予備校行ってたから、あ、うんうんうん、そこで男の子いて、うん、もうほんとその時の唯一の男友達よ、うんうん、ジミー、ジェームス、ジェームス、ジェームス、本当にアメリカの血が入ってんだけど、その子が唯一の男友達で、で私はその東京の大学を受けるクラスと、うん、それまでは関西の大学を受けるクラスにいたけど移動して、うんうん、でこっちの女の子と、うん、ジミーとそれぞれバラバラに友達だったのよ、うん、で私が東京でアイドルになって、うん、大阪で一回一人で歌う機会があって、うん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 、歌った時に友達が来てくれて、うん、ジミーにその女の子を紹介したのよ、うん、そしたらその子が去年結婚しました、おめでとう、ジミーおめでとう、こんな
レッチショーのジミーなんだこの番組は何なんだ、ね、唯一の男友達と苦楽を共にした女友達が無事結婚するというそのジミーの、ね、恋バナを昔から聞かされて、うんうんうん、こっちの恋バナも聞いててもうエンジェルですよキューピッドですよエンジェルよかったよかったそっか年々海外の人の顔になってくるジミーが昔はもうちょっと日本人の顔してたかっこいい血が出てくるもんねシュッとしますね何の話ですかねそれだけでそうです女子校に行っても男友達はできる可能性はありますけど、うん、という感じですズバッと解決いいお便り好きな方に行きましょう、ね、楽しいけどね女子校教学に行く私は女子校に行くなやっぱでも男子校だよね結果、うん、結果男子校行きたいっすねていうかやっぱ男子、うん、男子バスケットボールとか、うん、男子野球部みたいなのを近くで垣間見るチャンスがあるんで教学に行けばあ全くなかったから、うん、それはすごく惜しいことをしたと思うなんか自分がさめっちゃ可愛くてさモテるとかだったら共学行きたいんだけどえ全然それはいいなモテなくていいえだからそれやっぱ男目線じゃないいや私はちょっと実態を近くで観察資料でしょそれいい体感したいんだよそっかなるほどね剣道部って臭いって言うけど本当これぐらいなんだみたいないやなんかもう何でもいいんだけど、うん、なんだろうそういう汗臭い部がたくさんある、うん、とシャールームとかあるのかなみたいなちょっとしたことですけどそういうことは気になるんですよわかりますアンスタだって学校なんだからちなみにアンスタはあるよ多分そっか私はなんかその自分が共学に行って、うんうん、好きな先輩ができて付き合えてみたいなのが成立するんだったら行きたいけど、正直なんかキモい自分がキモくて、あ先輩みたいな。私もでもだいぶキモかったけど中学の時とか、でも全然キモいままで、男子はすごい仲良くしてくれた。その時。鳥山明の絵を誰が一番うまくトレースできるかっていうのがすげえ流行ってて、うんうん、一部の男子の中でそこで一人女子でエントリーしてる。なんかそういうので仲良くできるんだったらいいんだけど、そもそも私前例がないからそのずっと女子校で分かんないの自分がどう思われるかが、ね、でね結構どう思われるかって怖いじゃん。まあでも本当割と実際のところ、うん、基本的にはどうも思われない。だからそんなに気にしなくていいと思う。そこが女子校で培ってるあれなんだよ。なんかもう自意識がすごい出来上がっちゃった。妙に男子にどう思われるんだろうみたいなモヤモヤみたいなのがあるわけ。なるほどね。どうも思われないっていう発想がないのよ。なるほどね。キモいか、うん、なんていうの、可愛いと思ってもらえるかキモいかの全部キモいだったら辛いっていうのがあるの。そのままアイドルになってしまったから、うん、結局それを味わうことなく死ぬね。辛いね。辛いな。驚愕気分。このまま死ぬのか。来世は驚愕行こうよ。驚愕一緒に行こう。ライスは一緒に男子校行こうよ。一緒に男子校行こう。どうにかして男子校行こう。どうにか。なんかもうさ、うん、もうすごい男子が減ってきた、ちょっとなんていうのかな、地方都市みたいなところでさ、うん、今年からじゃあ女子も入れることになりましたみたいなところでさ、うん、入学してみたらさ、うん、私たちしかいないみたいなやつ、うん。やばいやん。男の子ばっかりだ。タヌ派かピオ派に分かれるの。うん、俺はやっぱねむちゃんかな。いやでもやっぱり吉川だよ。吉川ってなってほしい。吉川はすごいトレースできるみたいな。おらおら頑張ってこいや。次はなんだ。悟空かセルか。
い紙敷いて上手だからでもあれそうか文章じゃないか見て書くからなんていうの模写模写だね私はじゃああの方眼紙に、うん、方眼紙の四角を塗りつぶしてドット絵を描いてたのよずっといいねで鮭の切り身のドット絵をずっと描いてた切り身ちゃん先に行けたんじゃないいや完全に切り身ちゃん私のね、うん、もう15年ぐらい後よ先の切り身だとこちらが今適当にエッセイちゃうからめっちゃババアになっちゃう可能性ありますいやもう大事ですね解決したかななんだっけリコちゃんリコちゃんねリコちゃんあんまりね、うん、変な時間に起きるのはやめようね寝ようね変な番組を見ちゃいけないよそうだよお休み基本悪影響だからそうだよ反面教師にしてまっすぐ育ってねこの間さ実家に行ったんですよ、つくば、うんうん、お父さんがちょっと誕生日だからって軽く集まった時にねお父さんもだいぶいい年になって、うん、最近昔のことを思い返した時にちょっと後悔するんだって言ってあらなんかねあの時なんかあんな冷たくしなくてもよかったんじゃないかとか、うん、そういうことを反省するんだって、うんなんかお父さんの会社でちょっと不正を働いた人がいて、うん、でまあその時はみんなで「そんなダメだクビだ!」って言ってもうバーッとその人をクビにしちゃったんだけど、うん、よくよく考えると、まあ、絶対その人は悪いんだけど、うん、クビにするほどだったのか、うんうん、あの人は今どうしてるんだろうとかそういうことを考えちゃうって言ってて「へえ!」みたいな、うんうん、いやでも大丈夫じゃない、うん、マグロ漁船とか乗ってなんかフィリピンで綺麗な嫁さんもらってるかもしれないしみたいなことを言ったら素直の考え方はすごいねみたいなお父さん意外と、ね、なんかネガティブなのねみたいな感じで私お母さんお母さん譲りなのかな全然思わないみたいなそうか話が飛躍するんだけどさいい、うん、うちのさスタッフの子のお父さんがマグロ漁船の、うん、いいねで、うん、その子が、うん、お母さんから LINE が来たんです、うん、ねむちゃんマグロの宣伝してくれてありがとう違うマグロの宣伝では違うGoogle OK マグロねむちゃんマグロの CM 出てるよねお父さん喜ぶ違うちびちびちびお父さんにメール送ってビチ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 マグロの CM ないからねマグロがビチビチこう打ってくるでお母さんに喜んでましたそっかよかったマグロフォンマグロイドマグロイドマグロロイドマグロロイドマグロロイドねえ本当に帰ってこないってよ結構ね長いでしょ一回行ったら大変だよねどういうことなんだろうねでもなんかね、旦那元気で留守がいいよ。まあね、頼りがないのがいい頼り。ないだね。旦那がさ、どれぐらい帰ってこないとちょうどいい？へえ。やっぱでもあんまり長いと寂しいのかね。なんかその不倫スクープみたいになるけどさ、うんうん、家にあげてたりするじゃん。ね、あれすごくない？やだね。なんかわかんないけどさ、うまくやりたいんだったら外に行った方がいいんじゃないみたいな。絶対外にしてほしい。謎の気持ちになるんだけど。家に呼ぶんだ。なんで家に入れちゃうんだろうみたいな。あれはやっぱ寂しさなのかな。ちょっとわかんないよね。私たちにはまだわからない。なんか家にあるものを見せたいとか。なんかでもその家にさ、そこで発見されなかったら、うん、旦那さん帰ってくるんじゃん。変な感じしないのかな気持ち悪いよね なんかね家やだよねそれだったらね、うん、まあそのそういったそのねそういった施設にそのね秋葉の動画しカメラじゃないところにそうですね本当許しませんねでそのための施設あるもんねいっぱい秋葉のさ全然関係ないですけど、うん、淀橋の上のレストランがめっちゃ綺麗になったうんうんオープンスペースになったり、ね、そう
あんなのリア充しか行けないよって言いながら、うん、何度となく女友達とかなり行ったんですけど、結局まだ一回も覗いてないな。パンケーキ屋行って、あれ行ってこれ行って、パンケーキとかあるもん、あるある、行きたい、フレンチトースト屋さんとか。でね、ガレットのお店があるの。へえ、美味しそう、美味しそうっていうか美味しかった、うん、行きたいねって言って行ったんだけど、そのガレットのお店普通に美味しいの、うん、ハンバーガーとかもすっげえ普通に美味しくて、うん、デザートも美味しいし、うん、これは別に誰でも来れる感じじゃんって思うんだけど、店員さんがなんかすごい綺麗なるっていうか、すいませんって言ったらすぐパッて来てくれる動きのいい、うん、感じのいい好青年な方と、うん、あとなんかはいみたいな外人さん、うんうん、イケメンの、うんうん、その2人がホールで、うん、もうこのフロアの女全部取ってくぞみたいな気合を感じたの、うん、逆に男の人は入りにくいんじゃないかと思って、すごい美味しいのに、まあ、でも絞ることによって、あ、店員さんがもう女向けなわけだ。まああれはね、気分いいでしょうねという配置ですね。あ、じゃあだから お姫様扱いみたいな、まあ、まあそこまでじゃないんだけど、なかなかこうは揃えられないんじゃんという雰囲気が出て、でも言ったら羊喫茶みたいなぐらいクオリティ高いけど、なんていうの、別になんかそんな特別な接客をするわけじゃない、うん、じゃないけど、あのビジュアル、ビジュアルもいいし、そうそう、キビキビし、まあ、普通に丁寧、うん、だから感じがいいじゃない、うんうん、で、なんかここのお店をこだわらないとこの配置にはならない、うんうん、何か女性がやっているのかしらとか、いろいろ社長がね、なんかね、やっぱ私もリアスに行った時は、うん、可愛い子が面白い子しかないっていうことが誇りだったから、うんうんうん、そういうのあるじゃん、あるね、こだわりね、うん、あるかもね、そこ行ってみたい、こだわりあるなと思って、うんうん、しかしハンバーグうまかった。ハンバーグが美味しいの、なんかチーズがディルンって出てきて、フォーってなる、チェダー、わからない、チーズだ、何チーズ、チーズ、何チーズかによって行くか行かないかが決まるんや、チーズだよチーズだね、なんだっていいだろう、違う、チェダーかゴルゴンがいいの、え、ゴルゴンってあれ蜂蜜かけるやつ、そうそう、ゴルゴンではないな、じゃあチェダー、黄色かった、多分それなりにそれなりにわかんないよ、いやでもまた行きたくなるな、へー、なんかね、結構バーって一周すると、うん、なんかいくつかの店にパンケーキが載ってて、うん、パンケーキ天国、パンケーキで釣ってくるよね、どこへ行ってもパンケーキなのねと、美味しいよねパンケーキね、うまいな、あと肉もうまそう、肉ゾーンもあるし、いいね肉、なんかさ、コンセプトカフェやりたい、お、コンカフェ、タヌキュンのコンカフェやりたい、タヌキュンなんですか、なんかポムポムプリントとかやってるじゃん、うん、ミーフィーちゃんも今パルコでやってたりとか、うん、それこそおそ松とかもさ、はいはいはい、そういうのタヌキュンでやりたいな、もうちょっと今年は狸売ろう、じゃあ私もひよこをね、有名にしてこ、タヌピオカフェやるか、タヌピオカフェやろなんかウーサー様みたいに狸様が来る時間はこちらですみたいな、すそっ狸すそっやりたいなでっかいの作りたいな、100万かかるよねあれ、そうね、でもおそ松さんのさ着ぐるみがさ、うん、なんかどっかで出てるよね、でそれの動画がね回ってきたんだけど、まあだから着ぐるみだから顔とか変わんないんだけど、ペコペコってなんかトド松がキュンみたいな、うんうん、で十四松と一松がやたらウェーってずっとやってる動画だったんだけど、うんうん、で撮ってる人は普通の人だったんですよ、うんうん、で最初それ見てさ、みんなわーキャーみたいな、かわいいみたいな感じなんだけど、うん、ずっと十四松と一松がなんか仲良くしてるの、そしたら静かになってきて、うん、もう無理みたいな声が入ってて、うん、あーって思った、どういうことあーって思った、なんか目覚めちゃった、大変だなと思って、なるほど、あそこの担当の方なのねって思った、あもしアンスタカフェでそういったことが起こったらもう無理っていうその声が入ってる、なんかアンスタカフェ着ぐるみないから、あったんです、うんうんうん、なんかそう私はその声を聞けたことがなんかちょっと面白かった、うん、いいね、漏れるやつ見たなと思って、でもアンスタもあれになるんですよ、舞台アンステアンステ
なんで3次元がついに出ちゃうから、うん、ブログとかでさ、うん、絡みが見れる可能性がありますね。そうね、稽古終わりましたみたいなやつね。はい。ただ、ね、私3次元まだ燃えれるか分かんないから、私もねそこは行ったことないんだけど、そこに行った人たちはねやっぱねすごく沼っててね、ちょっと大変そうなのと、うん、なかなか軍資金が必要そうな雰囲気でしたね。私なんかペダステはメリンチちゃんの DVD をうちでみんなで見て、うんうんうん、どっかのタイミングの田所さんがすっごいかっこよくて、うわーってなったけど、うん、なんかそのステージ降りたらさ、うん、普通のお兄さんじゃん。そうね、役者さんじゃん。だからなんかそこは多分ステージ上はわーってなれるけど、うん、降りてからは分からんね。まあね、でも、うん、あのアニメの舞台であれやってた人が今度これやるんだとか、そういうのでも追いかけてるもんね、みんな。なるほどね。テニスのあれがその統計のあれにみたいな、分かんないけどきっとそういうのがある。だからさ、そうなるとペダステの、うん、あれあの東堂さんが荒らしちゃうんだから、うん、そうだからそういう時にめっちゃ人気なわけ、めちゃくちゃ。そう、いやその時にそうペダステ見に行ってた人が、うん、あの人だったら多分ああいう演技をしてくれるわ、期待大みたいな、なんかそういうのもあるじゃない。でもなんか押す感じ言われた、うん、いいよ楽しみですねって。荒らしちゃん応援しに行きます。最近の CM ずっとあるしちゃうしね、テレビ。嘘、私テレビ全然見てないや。こんな感じでいいかしら。あーでも最高ずっと言ってる。結構何回も見ました。見たいな。今は嵐シーズンなの。押せますね。私はいろいろ巡り巡って、最近はちょっと緑川さんの、おっ H さんがなんかちょっとあれ今もやってるのかな、イベント中でしょ。うんうん。だからみんな普段制服着てるのにさ、突然なんかニットの私服みたいなのが、うん、突然なんていうの、ドキ白のふわふわニットの力を感じた。しかもエイジさん私服かっこいいからいいよね。あっ、嵐ちゃんさピンクのモデルなんだけどさ、ピンクの妙な T シャツなんか羽織るんだよね、うん、なんかね妙なの。嵐ちゃんとしてはやっぱあれじゃない、なるべく肌のラインってなんていうの、ちょっとピチッとしたシャツとかばっか着た方がいいんで、うん、なんか結構ね私服のね、私服うんみたいな、うんみたいな人たちもいいんだけど、うん、H さんはすごい私服かっこいいからいいね。いやそのなんていうの、白いふわふわのニットを着た女の子って絶対かわいいじゃん、うん、かわいい、モテ服ですねっていう気持ちになったの、H さん見たときに。でも、うん、H さん、うん、親が買ってくるらしいさ服。あ、そこが良くない。なるほどね、自分で選んでないな。なるほどね。いい。なんかだからやっぱちょっとおじさんの気持ちになっちゃう。うん、もう坊主だもん。その H さん見た瞬間に、もう、そう、白モフニットを着た美少女を見たおじさんの気持ちだった。うん、完全に。あと細松さんのなんか温泉のコラボが発表されて、うんうん、みんな浴衣着てんだけど、うん、市松は浴衣の下にジャージ履いてんのよ、うん、その時女子高生がスカートの下にハーフパンツ履いてるのめっちゃ怒るおじさんの気持ち分かる。何履いてんだはぁって思ったなんで履いてんだよって思ったけどはだけないもんね、うん、なんか分かりました、気持ち、すみませんでしたって感じ。私もめっちゃ履いてたし、ジャージ使ってましたね。本当すみません、今後やめてね、本当情緒のない行いでしたね、うん、趣大事でした。よくない。それでは次の、はい、あ、終わりだ全然お便りよごめん、鼻めっちゃかゆい。あ、だだだ、今日は一応締めの一言を着てますけど、お稲妻将軍から。将軍ありがとう。
ということで最近は見てくれてるね。お、ありがとう。タヌピオはちょっとどうやって番組の最後を締めていいか分からず、はい、皆様の投稿に頼りきりになっているんですが、うん、今日は稲妻将軍のですね、著名な方のいい言葉を言って、うん、いい雰囲気で終わるという、お、いい雰囲気の言葉のコーナーで終わりにしたいと思います。素晴らしい。今日はこれかな。松岡修造さんの日めくりカレンダー30日目からの言葉で締めたいと思います。一緒にどういうのか、せーの、今日から君は風水だ。すごいね。どういうこと。これ解説があって、うん、風水を見てみろよ。風水は喜びも悲しみも楽しさや悔しさも全てを一生懸命出し切ってる。君は噴水になってみろよ。水出してたけどね。あれはね、全てのエネルギーを出し切る、うん、なるほど、出し切るのか、巡り巡ってね、やれんのか、やれ る, やれる、できる、できるっしょ、できる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 。今日から君は噴水だ。あの歌ずっと頭から離れるですね。はい、ということで1週間噴水になってエネルギッシュに全てを使い果たして、うん、来週の水曜日はクタクタになってこの時間を迎えましょう。お願いします。ということで、おわ、あ、すいません、おっと、お知らせ、金曜日、金曜日札幌行きます。北海道の皆様よかったらモグモール、ぜひお越しください。よろしくお願いします。モグモール行きたいわ。そうね、はい、あ、電波グミンクは4月27日にアルバムを出します。ゴーゴー電波買ってください。お願いします。スタッフしちゃうぜ、春だしね。いえなもんで、お会いいたよしかすのと姫みなみでした。バイバーイ。君にあげたいアクセサリー。